どうも、キスケです。ということで、本日から新レイドが、始まりましたね。うん、これちょっと交換所まだ見てないんやけど、どうですか？ちょっと見てみるか。あー、いいっすね。石何個だこれ、1000個ちゃう？ん？1000個じゃないな。何個これ、400、700、1000個ですね。石1000個もしっかりとあるということで、まあ、このレイドはマジで回り得ですよね。回ってホイポイ集めたり、石1000個はとりあえず集める。うん、これはやっといた方がいいと思います。ただただあのね、レイドがね、実装するっていうタイミングで、まあ、告知あったでしょ。ホームボタンから見れるこれ、ここで告知があったでしょ。まあ、ここに出てきた時に、まあ、若干嫌な雰囲気はしたんやけど、まあ、案の定、特攻がクソ少ないです。うん、特攻こんな感じ。まあ、新しいリミテッドのフリーザと、フリーザ軍で悪の系譜、ミニオン、変身戦士ということで、これはね、きつい人はだいぶきついんじゃない？だから、結構ね、批判的な意見が多いですね、これに関しては。まあ、ドラゴンボールレジェンズの公式ツイッターちょっと見てみると、まあ、告知してるよね。サマーレイド、孫悟空開催と。まあ、時の結晶とかマルチ Z パワー、豪華な報酬と交換できるぞっていうツイートをしてるんですけど、やっぱそのリプラン見てみると、めちゃくちゃ批判的な意見が多い。まあわかる。これはしょうがないのかなっていう感じ。ちょっと見てみると、何のためのユーザーアンケートだったんだとかさ、LF のフリーザじゃないと切断されてクソすぎるとかさ、特攻少ないとかさ、せめてフリーザ編を特攻に入れてくれよとかさ。そう、なんでフリーザ編入れない？失礼。なんでフリーザ編入れないんでしょうかね、特攻。例えばさ、このウルトラベジータとかさ、結構みんな持ってるでしょ。まあ凸はちょっと置いといて、みんなわりかし持ってると思うんですよ。だからエピソード Z フリーザ編とかさ、この辺特攻にしてあげるとわりかしね、共闘レイド、まあ、やる人増えてくるんじゃないかなって思うんやけど、なんでなんでしょうかね。まあ、それかこの辺でいけってこと？エクストリームのキャラで。ただこれだとさ、切断される人も絶対いるやん。で、切断する人の気持ちもわかるんよ、正直。俺がフルパワーフリーザやのにミニオンかってなる人はなると思うんで。だからね、もうちょいね、考えたらいいんじゃないかなと思うんだよな。なんか一時さ、そのレイドやったっけ、ちょっと覚えてないけど、海洋剣悟空とかさ、なんか特攻キャラクターにいたでしょ。だ、そういうのを繰り返しやっていけばいいんじゃないかなって個人的には思うんやけど、ダメなのかね。ダメなのかね。まあ、レイド見ながらね、ちょっとツイッターのリプランとか見てるんやけど、やっぱりレジェンズの運営はレジェンズの運営でしたねみたいなコメントもあるし、うん、こういうキャラはおすすめですよみたいな、フルフリ持ってない人こういうキャラおすすめですよっていうすごい優しい人もいるし、まあきついよね、フルパワーフリーザ持ってない人からするとだいぶしんどいと思うよ、個人的に。これってさ、一発で落ちんのかな。フルパワーフリーザにさ、特攻乗りすぎじゃね、そう考えると。こいつ自身にも乗ってるし、フリーザ軍でも乗ってるし、変身戦士でも乗ってるし、すげえ乗ってるよな。すげえ乗ってるよね。だからまあ、フルパワーフリーザ持ってる人は一緒にやってあげよう。一緒にやってあげませんか。どうですか。
これはね、もう運営が決めたことやから、もうしょうがないっちゃしょうがないんだよな。正直アンケート取った意味はっていうのもあるし、結構きついな。リミテッドのフルフリなしだと30カウント攻略できないらしいよ。しかもまあちょっとなんか工夫したらできるかもしれへんけど、どうなんやろな。やっぱな、そうなっちゃうよな。そうなっちゃうよね。なんでこういうことするんやろな、思いません？もうちょいせめてウルトラベジータとかさ、ウルトラ悟空とかに特攻乗っけてあげてほしいな。過去最低のレイドやんけっていう人もいるし、特攻ゴミですねっていうのがすごい多いね。クソ運営がすごい批判的な意見がもう盛りだくさんですね。うん、もうちょいな、せめてもうちょい範囲広くしてあげた方がいいんじゃないかなって思うんやけど、不可能なのかね。不可能なわけないと思うんだよな。特攻に書き込むだけやからさ、悲しいよね。まあだからフルパワーフリーザー持っててわりかし余裕のある方はね、ミニオンともやってあげるっていうのがわりかし優しさなんじゃないかなとは思うね。何が SNS のコメントは見てるんだよみたいなコメントが結構あるな。いやでもこれ意思先行回収するのとホイポイコインをちょっと集めるために回らないと結構損しちゃうと思うんで、回れば回るだけ得やからね。このレイドに関しては消しゴムも落ちるし、プラチナコインも落ちるし、マルチ Z パワーもねたまに落ちるんで、これは回り得ですけど、回れる人が少ないっていうのはなか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 厄介なんじゃないかこれは。そら批判されるわっていう、うん、感じですよ。しゃあないよなこれ。もうちょい考えたらいいのにな、もうちょい考えたらいいのにね。海外のツイッターの方はどうなってんのやろ、ちょっと気になる。海外でも批判的なあれが多いのかな。始まっちゃったか。OK。あ、やった。ミッションコンプリートだ。最高。まあエクストリームのミニオンたちで行くのがわりかし丸いのかな。特攻を見る感じだと。ただまあ変身戦士とかでもね結構いるんで、諦めずに何かいいキャラを探すっていうのも手なんじゃないかなとは思うけど。じゃあここでちょっと海外のツイートを見てみようかな。私にはフリーザがいません。すごい神妙なあれがありますね、うん、あ、フリーザがいない場合は、うん、劇場版ブロリーの最終形態フリーザを使用してみましょうみたいな人もいますね、うん、なるほどね。あ、でも言うてそこまで批判的な意見はないのかな。あまりないね海外は。なんかどっちかというと助けを求めてる人の方が多い。フリーザを持ってる方へ、フリーザを持ってない人を無視しないでくださいっていう。
切実な人がいますね。やっぱ価値観が違うのかな。へえ。まあしょうがないっちゃしょうがないか。治んないですね。レイド来るたんびに言われてると思うんやけどな、特攻どうにかしろ特攻どうにかしろって。それで治らんかったらもうしょうがないよね。多分期待するだけ無駄なんじゃないかなって正直思いますね。期待したいけどね、期待させてほしいよな、ほんまは。まあフルフリ同士やったらそりゃ早いわな。ただね、フルフリ1体だけでも結構ワンバーストで突破できるんで、何不自由なくいけると思うんでね、フルフリ持ってる人はやってあげてください。やったってくださいや。はい、っていう感じでした。まあせめて意思先行取り切るまでは、まあ、ちょっと我慢してやるべきだと思います。もうこれはもうどうしようもないんでね、こうやって実装されたもんやから仕方ないんで、うん、っていう感じでしたね。まあ良くなることを願ってますよ、これ今後のレイドバトルは。ということで、よろしければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。生放送ミルダムの方でやってるんで、概要欄のリンクからフォローお願いします。それでは良きドラゴンボールライフを。バイバイ。